はい、カブクワスタイルです。はい、こんにちは。今日はですね、カズサ君が図鑑になるのかな、持ってきてもらってます。じゃあ早速見せてもらっていいですか。はい。あ、すごいねこれ。へえ、これいつ作ったの。5年生です。ああ、もう5年生って言ってもつい最近5年生でしたよね。これちょっと他にもページ見せてもらっていいかな。すごいね、まあ、すごいヘラクレスが出てきたけど角曲がり。そうね、なかなかそういう角曲がりのヘラクレスは入手できないですけど、ちゃんとね、そこをこう産地とか体調とかあと特徴とかも書いてますね。こうなんか参考にするこう本とか何か。あ、もう自分で考えて。すごいね。もう全部行く感じかな。ギラファね、特に長い。確かにね、キリンっていう意味やったかな、ギラファって。でこれがね、すごいのがね、あのここに書いてるこう顎がね、欠けてるとか、これちゃんと特徴書いてますよね。で産卵の時に頑張って産卵木を削ったのでっていうところで書いてて、こういう特徴を捉えてるのはすごいなと思います。おお、特集みたいになりますね。日本のオオクワガタですね。これは血統とかは分からないですか。分からない。血統ちょっと分からんね、これね。これいただいた分よね、なんか、うん、あ、これしかも絶滅危惧種に、あ、そっか、そうですね。結構オオクワガタもノコギリクワガタもなってるんですもんね。一応その冬はオオクワガタって冬眠させてるのかな。温室に置いてたので。あははは。で、こっちのは大丈夫ですね。こっちもこれはでもなんか冬眠してるのか。あ、これ外に出してたのかな。あ、じゃあ冬眠してるやつと冬眠してないやつと管理してたという。お気に入りのところまで。お、ババオニですね。結構これ人気種で、色のさ、出し方すごいよね、写真の。こんななかなか色出ないですよね。これライトを当てながら撮ったんだよね。うん、だからこういうね、写真の撮り方とかもすごく参考になるなと思ってます。ほら、虹色とかも色がね、やっぱり綺麗に出てますよね。紫根とかね、色を出すの難しい。いや、紫根もね、これすごい。だこれ動画で分かりづらいかもしれないですけど、結構出てますよ、写真で見たら。すごい、これから楽しみですねっていうコメントがね。先生からのね、コメント、ね、まあ、普通の人がね、分かるような、ね、分かりやすい虫ではあります。基本的に全部飼ってる種類のクワガタ、カブトムシ、ね、全部飼ってる。なかなかね、小5、小6でこんな種類飼うことは多分できないですよ。すごい、こう本角とかまず持ってる子がいない、この年で。すごいな、色が変わってますね。色が変わる。みんなね、そうですね、これ知らない人は視覚から入りますからね。お、タランドゥスですね。タラもね、特徴があってね、光沢とかがですね。これはなんだっけ。なんかこれはメス、タン。メスだね、これメスだけ飼ってるの。これどうして、オスもいたの。あ、早く死んだ。あー、なるほど。このコクワガタがちょっと逆にすごいサイズですね。これ撮ったやつじゃない。撮った公園で撮ったやつです、これ。これ初採取。そうそうそう、記念すべき初採取です。おお、このなんていうかな、ヒメカブトの、これってさ、ヒメカブトなんだっけ。ヒメカブト、あ、なんかね、私はあんま詳しくないんですけど、ニセヒメかなんかいますよね。ニセヒメカブト、あれと違うのかな。ちょっとサイズも違う、こっちの方が大きい。あ、大きい、あ、大きかったです。そうなんですね、うん、大きくてなんか綺麗やったね。陶器、陶器じゃないや、陶器じゃないや、あの漆を塗ったような、あ、
なるほど。綺麗ななんか。描いてますね。そうそう、嬉しのような色で。そうそう。この大きいのでもシューって言うんだ、うん、結構ね、大きいやつはあんま言わなくて小さいやつが結構言うような傾向があったんで、これは初めてですね、うん。で、パラワンでかいね、やっぱりこの顎のこういう風なアングルで撮ると結構大きく見えるんですよ。もともと大きいんだけど、より大きく迫力が出るんですよね、うん。すごい痛そうですね、うん、痛そう、もう見た痛そう、まあ、どれも痛いけど特に痛そうですね。へー、あ、ネプチューン、ネプチューンですね。毛がいっぱい生えてる、確かにね。ちょっとあれですもん、リーゼントみたいですもんねネプチューン、まあサタンも、サタンの方がもっとすごいけど、ネプチューンも結構あるんですね。自分も逆にそのこんなにあると思わなかったです、うん。毛がふさふさですねっていうコメントが入ってますで、このパプキンの写真の撮り方好きですね、私。この指に乗せてこうサイズ感が分かる感がいいですね、ちっちゃいの、うん。特徴も本当捉えてるんで、コメントがすごいですね、うんうん。琉球国話って、持ってるの、ブリードは、うん、まだ知ってます。じゃあこれから予定があるのかな、はい。これ結構レアですよね、可愛いよね。私は特にこう離島さんが好きなんで、うん、筋太平田とか、うん、奄美のこぎりとかですね、うん、トカラとか好きなんで、うん、結構こういうの好きですね、うん。であとはミヤマクワガタですね、私が大好きなミヤマクワガタです。そうです、かっこいいね。これなかなかね、取れないんですもんね、うん。取りたいですね、これね、うん。おー、ニシニシ、これはニシさんが撮ったのか知らないけどニシっていう名前がついてるやつですね。キヨタミっているけど、あれまた別なのかな、どうなんだろうね。アシュみたいな、あ、アシュ、あとメタリフェル、もうこれはね、もう顎の長さとバランスの悪さがすごい特徴的なクワガタで、あのハサミをこう切った時にカチンってこうずれるような、こんなやつ、こうなるやつみたいな挟み方してくるんですね。これも結構綺麗ですもんね。おお、チェリオがライフガードじゃない、ペットボトルの、これなんだ、ライフガードじゃないのか、あ、ルイスか、ルイスです、これこれは肉食のクワガタですね、はい。先生が今度幼虫を大量に送ってくる可能性があるやつですね拒否してますあと、平田のメスかな、これ、サナギメス、もうだいぶあれじゃない、こうオアシス掘るの上手になったんじゃない、うん、ね、うなずいてるけど、ちょっと画角に映ってなくて、ね、はい。お、筋太ですね、私が大好きな離島さんのもう筋が特徴で、もう普通にちゃんと描いてますよね。あ、そうね、大クワガタみたいよね。オオクワガタと唯一違うのはやっぱりこう彫り込みの入り方みたいな、うん、でこの何ですかな、島の島縦島になってるやつがちょっとこう立体的になってるんですね、うん。でオスの方はどっちかというとこうおじさんのこうスーツみたいな昔のちょっとおじさんのスーツみたいなストライプ、まあ、確かにって声も聞こえましたけど、であと平田、平田、あ、さっきのやつ、はい。今も平田のメスがいるのかな、はい。じゃあ国産の平田のオスはまだいない、まだ幼虫も今のところ平田は持ってない、うん。あ、そしたらぜひね、ゆめきさんに言って採取をしていただきましょう、うん。おおこれは喜ぶな、ブリーダーさんが特にこの色合いの発色、うん、ちょっとどうかな、この角度、そうですね、これで、あ、ちょっとね、さっきの角度がいいかもしれない、あ、これぐらいですね。このやっぱりちょっとね、すごい胸部の色ですね、緑っぽい色っていうのが出せないんで、すごい上手に撮ってますね、すごい。あとアトラス、これなんか写真で見たらでかいですよね、なんか大きく見えますよね、ですね、そんなことないですけど、そうちっちゃいやつですね、そうそうそう、ちっちゃいやつですね、某あのホームセンターの、そうです、そうです、そうです、でも種類がすごい、本当虹色ですね、
この新聞の感じがいいですね。これはお友達のお家で浮かしたやつです、うん、新聞の記事を読みましょう。ロシアのっていう。まあ、やっぱなんか頭いい子かもしれないですね、これは。で、あと、マルガリータですね。私がいつもマルギリータかマルガリータか分かんなくなるんですね。これも算段難しいですね。すごい。並ぶとサイズ感がすごいですけど、こっちの、なんだっけ、プラティオドンネブトフガガタ、これに関してはかなりちっちゃいですね、うん、あ、かなりって言ってもあれか、日本のやつよりは大きいですね、うん、ここね、ちっちゃいけんね、ここが形がちゃんと出てないですよね。あ、そうですね、なんか星みたいな、なんかプラスみたいな形がついてますよね、うんうん、で、あとギアス、あ、ゾウカブト好きなんだったっけ、うん、カブトね、初めて買ったオスはギアス、うん、おお、記念すべきやつじゃないですか。これもぜひ、もしこう死んじゃった時には標本にするのかな、はい、おお記念すべき標本はいいですもんね。あ、さっきのガボかな、これは、ね、こっち大きいね、オス。あ、これ別に購入したやつか。あ、そうです、そうです、立派ですね、右の方は、うん、まあ、左もでもね、これでもやっぱり色が結構出てるんで、うん、いいっすね。これ両方オスか。そうですね。ババに関してはこう、サイズがね、うん。そうですね。ババに関してはこうちっちゃくてもね、色合いが綺麗なんで虹色と同じですよね。うん、あの下手したら小さなオスをメスでもかっこいいなって思います、ね、うんうん。あとはタラか。ああ。死んだと思ってて、いないと思ってたやつね。そうですね。なかなか。私も河原でこう卵を産ませると結構難しかったですね、うん、まだあるんだ、国産カブト。やっぱりね、標準、国産カブトっていうのはやっぱり基本なんで、これやっぱりね、乗せてるのはいいですね。で、アングルもかっこいいですね。オレンジがすごく綺麗で、こっちは特徴なんか書いてるのかな。あ、そうなんだ、へえ、すごい、なんか知識がすごいですよね。種類ってどれくらいいるのかな。なかなかこの年でその数飼ってる子はほとんどいないと思います。28種類ですか。すごいね。うちのさ、種類ってもともとどれくらいいると思う。まあ少し前の数だけど、例えばカブクアスタイルを作った時の虫の数、種類、30。そう、30なのよ。で、それで今死んでしまったやつとかも含めたらもう同じぐらいじゃないですか。だからカズダ君ね、もううちと同じぐらい飼育してるんですよ。すごいなと思って、負けられないなって思いますよね、今。負けられない。なかなか、いや、もう超えちゃいますよ、もう。すごい。で、写真でも見せてもらったけど、あ、自分も行った時か、自分もお家にお邪魔した時に、成虫と幼虫をちゃんと分けて飼育されてたし、すごいなと思って、もう管理がすごい。うちよりよっぽど管理されてます。散らかってますって言って、全然散らかってなかったです。あの感じは私が来るからって片付けてなんとかなるものじゃないんで、あんなに綺麗なんだったらいつも綺麗なんだろうなと思って。虫に関しては綺麗ですね。あ、そうなんですね。自分の机のようにしたらいいですね。いやいやいや。いや、まあそこに優先度がどこにあるかっていうところがもう本人が分かってるんですよ。であとはなんだっけ、菌糸ももう自分で詰めれるし、オアシスも作れるし。で、卵を産ませたりとかもうしてるのかな。何を産ませてる。虹色。クラビゲール。キラファ。
レース？プラティア丼で。あ、違った。そっちか。結構やってるよね。レースも。レースも。あ、終わったね。もう立派なブリーダーですよ。すごい。で、え、1年ぐらいだっけ？1年って、1年経ってなくてそれだけなの。なかなかないですよ。やっぱりこの大人でするんだったら当たり前なんですよ。でもこの年でそれだけのことができるってすごいなと思って、もう今私の周りのカブクアスタイルの周りのブリーダーさんが興味津々で、皆さんがバックアップしてくれてます。ありがとうございます。これからもですね、ぜひ私たちも協力できることは協力していきますので、一緒に頑張りましょう。はい。はい、お、声が、あ、すごいね。かんさくんのもう気合の入り方が今日は違いますね。よし。じゃあこれからも一緒に頑張りましょう。はい。はい。おー。